北郷早急天正七年は、日向国の戦国武将。北郷氏十代の時給の着難であり、十一代の中虎の同母兄である。通称は二郎。官名は日立之助。妻は島津義弘の娘である郷口。天文二十三年生まれ。島津氏の有力氏族である北郷氏の着難として、父に従い、天正元年の肝付氏との戦いや、 天正六年の耳川の戦いに従軍し功績を挙げた。また、島津義弘の娘である豪口と結婚し、北郷氏の直党手と目されていた。しかし、天正九年父と不和になり拝着され、安永近石城において切腹した。なお、天正七年という説も有力である。不和となった原因は、はっきりしないが、都の城島津氏の記録である。 庄内地理士は、早急が戦場において卑怯な振る舞いを取った家臣を、諌めたところ逆恨みされ、早急が当主になると、自分の立場が悪くなると考えた。この家臣が、早急に範囲があると、時急に残言し、これを信じた。時急が、早急の居城である、安永金石城を兵で包囲したので、早急は、自分は無実であるが父に弓を引くことはできないとして、 自陣したと伝えている。また、葬儀の際、葬級の乳母、おともり氏は、自分の両乳房を切り取り葬級に捧げて巡視した。法名は、上徳院伝領山東源大前城門。墓は、都の城市の流泉寺石に現存している。北後葬級の墓なお、妻の御奥地は、安永金石城が包囲される前に脱出し、島津義弘のもとへ返され、 後に、豊州島津家の島津智久と再婚した。後に、早急の無実を知った時給は、早急の御霊を若宮八幡として、あがめ神社を建立した。その後、慶長十三年齢やあた、明暦元年献起明人、天羅二年生一位献起大明人と信号を変え、献起神社として、現在に至っている。また、早急の弟で、将内の乱の後、 平らたすくりとして、別っけを起こした、ミクも、兄のご霊を祀るため、献ん神社を領内に勘定し、崇拝した。文禄四年、宮古の城から、平助に違法された、北郷ミクは、非合の死を遂げた兄早急の生涯をあわれみ、その霊を鎮めるために、げん元年、宮古の城の若宮八万の早急の,の御霊を、勘定して、この地に、若宮八万を創建した。 当社は、兄早急と、父時級及び、歴代平崎多豪家領主の祖霊を祭神とし、後年には、元気大名神さらに、元気神社と改称されている。第十三代久信が、家営七年、再興して、以来すでに百三十年を経た、昭和五十九年、平佑共有者の手によって修復された。神殿及び拝殿には多彩な彫刻が施され、建物と共に、 交渉の腕の祭が忍ばれる。列祭は毎年9月30日であり、祭典の後に正面の馬場において、やぶさめが大正8年頃まで行われていた。ありがとうございます。